なるほど、ああいうのもあるんですね。さあ、なんか追い詰めつつも先ほどから非常に危ない試合を繰り返しているせっちゃんですが、 3C から大砲しかし当たらない。フルの剣までガードされて、しかしガード暴れが通ってバースト、そしてこれしかし持っていた持っていた。さあ、地方地方戦ですね。続いてはさあ、せっちゃんとこれは四季白麺ですね。ミュウと白麺ってどうなの？なんかあれだよね、白麺戦ってさ、多分有利だと思うっていう答えになるよね。だけどなんか死んじゃうよねみたいな感じだよね、うん、白麺ほんとなんつうのかな、ワンチャン力すごいからね。多分有利だと思うっていう答えは有利なはずなんだけど、なんかいつの間にか死んでるっていうパターンがなんか結構多いからだと思うんですよ。そう、暫定作らなきゃいいんですけどね。そうそうそう。でも、まあ、格闘ゲームにおいてその、まあ、いつもね、いわゆるダイアグラムとか有利だ不利だっていうのをね考えるときにいつも思うんですけどね、立ち回りが圧倒的不利でも一発の火力が高いキャラクターってどう評価していいか難しいなっていう風に、特にこのアークのゲームっていうのはね。あ、大会向けなのは間違いないですね。まあでもね、実際そのワンチャンがつかめずに終わることもあるんで、なかなか。ただ今回の白麺さんはまあ EX 張りのゲージ回収率があるので、そのワンチャンは必ずどこかでまあこうやって生まれてしまったりとかするわけですけどね。しかし投げからが安かった。クラッシュトリが出ちゃった。いろいろ使って 6C、 しかしミットが邪魔をする。ビームってからの中段バースト。もうね、試合終了までの間に橋田もたまらないことないでしょ、このキャラ。橋田もあったらさ、最低でも雪風と2回は読み合いかって考えると結構ね、心理的にしんどいものがあるね。投げが通る。こうなんかさっきまでね、ミュウ有利だなっていう感じの展開だったんだけど、こんな感じで死んじゃうっていうことも結構ありますね。そりゃヤゴトの平和を乱す会のことだから、一応こいつの間にか逆転ですね。だからこれで4玉5玉6玉、これでね、実際で画面端でコンボ終わることに8玉でしょ。さあどうするっていう感じだよね、次ね、読み合いね。怖すぎるでしょこのキャラ。あー怖い怖い、これが怖い。この状況まだ5分でしょ恐ろしすぎる。おっとつなぐい橋へ。昔さ、ブレイブルー CS の頃に風魔人が実装された時の一番初めに見た大会の試合は、ラムダの弾を風魔人で切った白麺が風魔人の中でずっといて挑発を繰り返すっていうのを。さあ、オーバードライブ、ワンチャンつかみにいった。しかしこれはコンボ落とさない。はい、勝ったのはせっちゃん。最後、これはラスト、このチーム誰だっけ。
おお、ミュウですね。さあ最後残されたのはロックミュウ。昇段戦ってね、でも逆にプレッシャーだと思いますよ。勝ったら昇段、勝ったら昇段みたいなね。またワノ君ガリガリ君食べてんの。さあミュウ対ミュウ同キャラ。The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. 冬場のアイスは至高にして究極な上にアーバンスクエア熱いからね。さあせっちゃんが端に追い詰めて、しかしあーつぐ読まれてバースト。そうやね、お互いゴシーガーゴシーガーっていう感じで中段スカル、見た目は出てるのにスカってる。だってさアーバン大会なのに2枚来ててもさ汗出ないんだよ。いや暑い時とかだってあの半袖 T シャツ1枚だよ、暑すぎるし。そうアーバンにしては涼しいなっていうね。さあ1ラウンド目、まずはせっちゃんミュウが取って、これでマッチポイント。さあ6組を追い詰められた、段位的にほぼ同じ。つぬぐい飛びを通してからの飛ばしてビット幅を設置して、さらにビットビット、フルの剣、おっと前に歩いて遅らせ中断、しかし立たれていた。で確かアーバンスケアって暖房つけてないんだよね、ついてるっけ。アーバンって暖房ってつけてましたっけ。暖房切っててこの暑さ、うん、つけてんじゃないな、切っててこれ、うん、あれ気づいたら逆転されている。さあしかし先ほどからの試合を見るが、マエミーからの反撃、追い詰めつつあるが油断はできない。おお呼ばれている、あしかしコンボミス、 6A から 5C 拾い直して、しかしあとワンパン分あるんでね。 5C カウンター、これは痛い。ビットがなんか当たる、相手のビットだけ当たる。さあせっちゃん追い詰められて、ビームが邪魔をする、相手のビームだけ邪魔をしてくる。ファンネルがさあせっちゃん追い詰められた。相手のファンネルだけね、俺のファンネルはビーム打ってくれないっていう状態になってましたけど、さあ最後神風さんのラグナー、これビーム出され続けたらもうだってね、ビット出せないか、出してもガードしちゃってとかそんな多いからね。さあ大将大将戦、ミュウ VS ラグナこれ、ね、さっきからねこのね実況席のね隣の方からねガリガリ君食いながら頭痛いっつってる声がなんか聞こえてくるんですよ。ガリガリ君がガリガリ君食って、さあアーバン来るときはねタオル必須ですので、
一応持ってくるが騎士ですよ。ガンダムの 2D 格闘は初代ガンダムですけどアーバンスクエアにもあるんでぜひプレイしてあげてください。なんかザクとか強いやつだよね、うん、なんかね昇竜拳の隙が全然ないやつ、そうアーケードのやつっすね。まだ終わりじゃねえぞ。レボー2アクション。デッドスパイクさん早いんすけどガードしてもあのさせても不利なので、あの攻め継続としては微妙ですね。で攻め継続はその代わりあれがついたんですけどね。これは広い。攻め継続はブラッドサイズができましたけどね。さあいい反応、 6B、5D からの DID、 3C、 まだおデッドスパイク、 6A からおっと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 、中段中段中段とか打ったらどれか1個当たるだろうっていう勢いですね。さあ着地ディバイダー、その考え嫌いじゃない。さあ勢いのままに乗って神風ラグナが決め切って、はい、勝ったのはヤゴトの平和を生み出す会じゃなくてなんだっけチーム名、深い神話、深い神話、まさにその名にたがわぬプレイを見せていただきました。深い神話の勝利です。はい、もう一個ゼロ回戦やっときます。アーバン熱いんですけど、はい、アーバン熱いんですけど VS 乾慎一郎、これ両方とも圧戦っすね。はい、川越椿隊長アズラエルコテルプラチナ VS シュート春テイガーアウミュー尾崎テイガー、テイガーミューテイガーのチーム VS 椿アズラエルプラチナですね。はい、じゃんけんして、筐体験だけ。で、先方で誰が出るかだけ申告お願いします。テイガー、ミューテイガー。隊長さん、思わずはーって言っちゃった。焦んながら、じゃんけんだから、しょうがないね。で、誰が出るの？隊長さんから？じゃあ、アズラエルね。はい。というわけで、アズラエル VS テイガー。すいません、見られる方なるべく前の方に詰めて座ってみてください。すいません、他のゲームをプレイされるお客様のご迷惑にもなりますのでなるべく前の方に詰めて座って観戦の方よろしくお願いします。延長できてたっけって言われてますけど今回自動ですか。あ、延長してますね、いけてますっぽい。タンプ山崎、さあ隊長アズラエル VS 尾崎テイガーっすね。自動延長、自動延長、おお素晴らしい。さあカビナの兄貴から隊長アズラエル VSよく参加していただいております尾崎テイガー。さあ激しい肉と肉のぶつかり合い。このキャラあれなの、何テイガーさんには上り中段あんの。うわーなんかそれっぽい、それっぽい、大暴れです。
あー、あかん、これ。あー。あー、これは、あー。あーしか言ってねえな、俺。その程度のあー、あー、あーとしか言ってないからね。あー、いや、これは危ないわ。ギリギリ放送可能だわ。これはミュウちゃん頑張らないと危ないな。あダメだった。すごいな、今なんか中断連打してたらなんか自動的にバックステも対応してたよ。しかしワンチャン掴んで、アズラエルっつったらなんかド派手なイメージがあるけど、さっきからなんかねちまちまとこうパン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 ってやってるっていうイメージでね。しかし取り返す尾崎テイガー、そして起き上がりからの中段、あっと、まあミスから死ぬってのはよくありますしね、アズラエル側もノーミスでやらなきゃあれだと思いますけど、相手がバリア張ってますからそれにきっちり中段張ってとかって、あーですよね。おー確認からのスパークボルトっつって、行くがいいっていう風にやってるのと同じ感じで、いやーこれテイガー、うーん、貴様らは楽に死ねると思うな。ブラックホークスティンガーってみんなも叫ぼうってコメントいただいておりますけど、バイオニックランサー、それ別のキャラやで、ね、あー確かにね、ブラックホークスティンガーってなんかミニ四駆っぽいね。しかしここでもう一人テイガーをぶつけてくる勇気、まあソニックセイバーもあるしね、キャラ違うけどソニックセイバーもあるし、さあおそらくアーバン大会初参戦と思われるアッセンチーム2人目、周東春さん。さあそしてこの6段という段位に今のグスタフに対しての直眼もきっちりしている。さああとは緊張せずにどれだけやれるかですが、バクステしかし対応されて立っている、バクステからの中段、アドミックこれだ、ノーミスで粘着粘着、アドミックこれだ、 6C ジャンシージャンディ、 5C 4D、 5B ジャンシー、何やってんだ、あ分かんねえ、あっ引っかかった、あれ上連覇できるよね、できるよね、できるよね、あれ気づいたら2回目投げられてる、あっあっとしか。そうっすね、あの1万二重コンですね今のは。意外とねゲットビーからゲットビーってねやってくるやつがいないからね。さあかっこいいやつが出た、スカット、
どっちが当たっても地獄。スカートかっこいいよね、ゴーって飛行ついてる感じじゃん。さあガジェットヒンガーから、なんだよ、バックステイバックステイで避けている。ブラックホークスティンガーよりかっこいいよね。6A、 しかしここはバースト、エアドライバー、しかし無敵はない。ジェネ、これを読んでいた。しかしバックステで避けられて、スパック 6A、 西エアトミック、これだ。ゴディ締めからのジャイエン、そしてガキャン切り返す、立って、これだ。いやー、恐ろしい。あー、カウンターして、西エアトミック、あっとミスって、さあワンチャン生まれた。しかしこれは西ですよね。はい、勝ったのはシュートハルさん。久しぶりの戦場で さあ、アズラエルを倒して、いやー、あの二人、見た目かなり若そうなんですけどね、素晴らしいプレイでした。さあ、先ほどまでの肉と肉のぶつかり合いから打って変わって、ずいぶんと可愛いのが出てきました。うん、しかしこいつもなんかポポポポポってなんかレレレのおじさんみたいに粘着してるイメージが。さあガーガクラッシュ、あーコムミス、バットから 6C、 スワロージャン C からいろいろ、あー、しかしどうぞ補正、投げ使って、コンボ見せて、結果的に補正切り、ジャンプバット、ジャンプ打ってつながって、えどうなった今。何が起きたんだ、あーっとアトミック、これだ。どうだ、引っかかって、さあ宝箱が邪魔だ、そして爆弾、おー掴んでいる。戦士としての心得はあるよ。いやー、爆弾にお仕置きっていう感じですね。さあこれありますね、まあ忘れちゃうんですけど、しかもね痛いんですよこれ。さあドライバーが入って、ガジェからからのビードのミス、しかし相手浮いてましたからね今、結果的には助かった。おっと当たる、スレッジハンマーでも後半に当たるのか、まだ当たる。
あしかし宝箱アーマーが使えるほどの体力も残っていない。ミスってからナンバット、ロシーマミさん三振際立った。これはいったかな。おーギリギリ取り返す。ハンマーで割って、爆弾が当たる。さあ猫を引いて、水を得た魚のように立ち回りでバンバンとテイガーを抑制していきますね。しかもねネクストプレゼント、これはですよね。さあボックス置いて、このアイテムは体力のリードを奪ってると強いぞ。置いてからの、あーミスター、もう一回だなんかそんな気がした。最後さあ、そして出てくるのは大将、最後の一人はミュウですね。おいこらマジカル360って言うんじゃねえあの箱のことを。Please select your character. Mew 12. Platinum the Trinity. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. さあ最後出てくるのは大将アウミュさあこのテイガーテイガーミュというチーム、これで後がないわけですけれども、このバット無双からのさらにネクストにバットが見える。マエビクーネが通って、あーしかしダッシュ越しとかやろうとしてミスった。カット操作している。あれあれですな、遠距離攻撃で暗い判定のないやつを重ねられると結構つぬぐい打つ側も困りそう。ゴシロクシが入る。爆弾投げれなかった。さあコテルさん非常に良い動き、ハンマー、そしてあーつぬぐいがスカル。わーですよね、そんな気がした。あーこれは今のは読んでないよね、だよねいや素晴らしい読みでした。はい、これで0回戦済みましたので、続いての1回戦からの試合いきます。深井神話 VS 、ウィルキンソン。はい、深井神話、神風ラグナ、せっちゃんミュウ、サガラレイチェル VS トラッドマコト、マウェンプラチナ、ウィスラタオカが。